自分がどういうふうに突っ込んでいったらどうなるのかってことをこうシミュレーションしていきたいわけです。一つこうアイデアとしてお勧めしたいのが、はい、こんにちは、中川です。今回はですね、ゴール下にこう合わせてくる選手が、ちょっと陥りがちな、プレーですね。これをちょっと改善していきたいなと思います。で、まあ小中学生とか育成カテゴリーでよくあるのが、まあ、このようにこうゼッケンを着た彼がディフェンスをしているところに飛び込んでいった選手がもう勢いのままこう行ってしまって、今のようにまあブロックされてしまったりですね。あと時々あるのが、このまま勢いをつけていった選手がそのままもう今のようにですね、もう何もできなくなってトラベリングを吹かれてしまうっていう、こういった状況っていうのは往々にしてあります。で、この時に一つ発想として持ってほしいのが、しっかりこう慌てずにですね、状況判断してほしいんですね。ディフェンスの人がどれぐらいの位置にいて、で自分がどういうふうに突っ込んでいったらどうなるのかってことをある程度こうシミュレーションしていきたいわけです。で、一つこうアイデアとしてお勧めしたいのが、まあこのように相手と完全にもう真っ向勝負になるわけで、ブロックされるかもしれないし、コースに入ってきて勢いのままじゃシュートに持っていけないかもしれません。なので入ってきた時に打つこともできるし、逆に逃げることもできるようにっていう、こうどこにでも転べるような、あの選択肢を残してほしいんですね。なので安易に飛ばないっていうことです。飛んでしまうともう着地するとトラベリングになってしまうので、パスが来たとしてもしっかりフェイントで様子見る、もっと入れるなら入って、このようにシュートでもいいですし、体を寄せていって安全にシュートでもいいです。ちょっと一拍置くぐらいの、余裕を見せていいんですね。なのでフェイクをちょっと一度使っていただきましょうか。それで少し問題が解決するかもしれません。じゃあ、行ってみましょうか。さあ入ってきます。一回様子を見る。そう、ちょっと今バランスを崩しかけましたが、しっかりこれピタッと止まれるように、もう一回ちょっとそこを意識して、さあ行こう、ピタッ。そうですね、まあ徐々に徐々にですね、とにかく一度様子を見るっていうことです。飛んでしまったらもう着地をするしかないので、それまでの間にシュートを絶対打たないといけなくなりますので、この状況判断、そして今のようにピタッと止まれることですね。これかなり大切なポイントなので、ぜひですね、同じような問題でつまずかれている方がいたら、今日のポイント、意識されてみてください。はい、今回はですね、ゴール下のシュートに持っていくときに落ちりがちな、ポイント、これを、改善するための、ポイントをお伝えしましたが、これとはまた別の外回りで1対1でワンワンを仕掛けていく、そんな時に使える4つの実践的ドリブルムーブですね、これを今プレゼントさせていただいております。で、このプレゼント動画が今もう全国各地2万5000人以上の方にご覧いただきまして、試合でかなり、使えたということで、かなり好評いただいております。で、そのプレゼントがこの動画の説明欄から、登録フォームがございまして、そこからゲットできるようになっておりますので、ぜひ、ゲットしていただいて、あなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。